年ぶりにメジャー復帰を果たした前田健太が、180キロの打球直撃、不運の退場となってしまう。長らく日本のエースとして活躍してきた前田健太は、2021年9月に右肘の手術を受けて2022年シーズンは全休していた。今季は2年ぶりに復帰を果たした大事なシーズンとなっていたが、初勝利を前に悲劇が起きてしまった。2回2アウト2塁から8番デュランの放った打球速度180キロの強烈なライナーが左足を直撃してしまった。前田は転がったボールを素早く拾ってアウトにしたものの、マウンド付近にうずくまって苦悶の表情を浮かべる。すぐさまトレーナーらが駆けつけ、ゆっくりと歩きながらベンチへ戻った。このままマウンドに戻ることはなかった。180キロの打球とかやば。前健せっかく復帰できたのに。不運すぎる。それで一塁に投げるとかすげー。前健が反応できないほどの打球ってさすがはメジャー。大谷の打球も当たりたくない。骨折してなくてよかった。侍ジャパンに復帰してくれ。少しでも面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価よろしくね。あなたからのコメント待ってます。